8時になりました。明日6月27日、火曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外況。イケゴに発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、 アソのデイトレ候補、半導体ウォッチ、生成 AI ウォッチ、トピック、最後に去年の今の順でお伝えいたします。まずは外況です。ダウ、ナスダック、日経ともに下げとなりました。ダウは219ドルの下げ、マイナス0.65%。ナスダックは138ドルの下げ、マイナス1.01%。 日経は82円の下げ、-0.25%、1ドルは143.38円、引き続き143円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが685銘柄、値下がりが1072銘柄、変わらずが76銘柄、約3分の2の銘柄が下がった状況です。 アメリカの方は PMI 速報値が予想以上に悪化したことで景気悪化懸念が強まり売られた結果です日本の方はプラスとマイナスを何度も往復する方向感のない展開となりましたアメリカ国債10年物の,の利回りは引き続き3.7%台で推移していますドル円の方は引き続き143円台の の状況です非常に綺麗な一本上司の右肩上がりでのトレンドですボリンジャーバンドで見るとバンド幅を拡大しプラス2シグマのバンドウォーク状態になっていますさらに円安が進行するかもしれません業種別株価指数の方は上げ下げまちまちな展開となりました 海運の上げが目立ちます。一方、電気ガスの下げが目立つ状況です。医薬品が非常に弱く6連敗となっております。売買高ランキングの方は、ほぼ全面安の展開となりました。1位のレーザーテックは、10日連続で2000億円台をキープしています。 半導体は引き続きの人気ですが、本日は揃って下げとなりました。庁舎株も本日は続落です。日本タバコが配当権利付き最終日の6月28日に向けて上げ始めた模様です。川崎汽船が TPBR のバリュー株物色が再燃し大きく買われております。 本日のヒートマップですが、緑が優勢な下げ状態となっております。個別ではトヨタ、そして新越化学、ここら辺の上げが目立っております。金融、そして医療、そして技術サービス、このセクターの下げが目立つところです。経済スケジュールの方は、明日の 注目イベントが目白押しの状況です。次に引け声に発表された U 望 IR です。まずメタリアル。メタリアルは人工知能型機械翻訳のソフトを提供する会社です。東洋経済振興社と共同でチャット g p t を活用した四季報 AI の開発を開始するという発表がなされました。 こちらがホームページから持ってきたものです。メタリアル子会社のロゼッタは、東洋経済振興社と共同でチャット GPT を活用し、学習させた指揮法の状況情報をもとに、スピーディーにユーザーが求める回答が得られる指揮法 AI の開発を開始いたしました。 2023年7月にベータ版を提供開始予定です。こういった内容です。本日の株価は1958円。出来高は60万株です。この60万株とほぼ同じくらいですが、65万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月17日に1065円ですので、ここら辺の位置です。 そして、6月23日に最高値、2279円ですので、ここが最高値になります。このように、上げトレンドから天井で跳ね返された位置での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に一番屋です。一番屋はご存知の通り、カレーハウス、ここ一番屋を運営する会社です。 1> 第1クォーター形状は87%増益という発表がなされました。24年2月期第1クォーターの連結形状利益は前年同期比86.9%増の13.2億円に拡大し、3月から8月期上期計画の19.3億円に対する進捗率は68.5%に達し、 5年平均の46.7%も上回った。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の4.7%から9.8%に急回転した。こういった内容です。本日の株価は5,460円。出来高は7万株です。この7万株から比べるとかなり小さい数ですが、 8100株の信用概算がある状況です。一方、空売りの方が多くて、対尺倍率は0.15倍、空売りは54000株ある状況です。1年の株価の動きは1月10日に4545円ですので、ここら辺の位置です。そして6月21日に5480円ですので、ここが最高値になります。 2ヶ月近く、ほぼ横横での今回の高開 IR です。本日のこの出来高を伴った上げは、期待上げと思われる点ご注意ください。一方、空売りの買い戻しでの上げも期待できるかもしれません。次に、人夢技術グループです。建設コンサルの大手,大手です。 本期配当を20円増額という発表がなされました。23年9月期の期末一括配当を従来計画の40円から60円に大幅増額修正した。こういった内容です。本日の株価は1478円。出来高は57000株です。 この5万7千株から比べるとかなり多い数ですが30万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは2月6日に1360円ですので、ここら辺の位置です。そして1月4日に1776円ですので、ここら辺の位置です。現在のところはあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。 PBR は1倍割れ、そして今回の増配で利回りは4.06%にアップします。信用買いが多いという点はご注意ください。次にザ・グローバル社です。首都圏でマンションや戸建ての開発、分譲を行う会社です。今期最終を75%情報修正という発表がなされました。 23年6月期の連結最終利益を従来予想の8.3億円から14.6億円に74.8%情方修正し、増益率が81.0%増から3.2倍に拡大する見通しとなった。こういった内容です。本日の株価は218円。出来高は5万2000株です。 この5万2000株から比べると2桁多い数ですが、110万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは3月16日に198円ですので、ここら辺の位置です。そして4月4日に241円ですので、ここが最高値です。 あまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。この連日の下げでできたしこりと信用買いが非常に多いという点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR15 件出ております。上4件が今お話しした内容です。この他に3等工業者からは今期配当を30円増額。 朝日は8%の増益。フィードフォースグループは9%の情報修正。最高益予想を上乗せ。島村は1%の減益。大クワは赤字転落。ソフトフロントホールディングスは黒字不上。インテリックスは60%の下方修正。随行は赤字拡大。 NJ ホールディングスは赤字に過方修正。モビルスは赤字縮小に情報修正。リズムは新会社設立及び省営より事業成就という発表がなされております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は木村幸樹でした。 記者株買いを発表したことにより前日比9.8%の株価上昇本日よりで買って引けで出ると4.5%の利益となっておりました 2> 第2位はリプロセルシングレードの発表により前日比5.6%の株価上昇本日よりで買って引けで出ると4.6%の利益となっておりました 第3位は、ツルハホールディングス。増益と増配を発表したことにより、前日比2.7%の株価上昇。ただし、本日よりで買って引けで売ると、マイナス0.1%の損失となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。次に、本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高2件出ております。 ネクストジェンは2日連続。そして JSR。ネクストジェンはエクショグループとサービスナウに音声 DX ソリューションを連携するという発表をしたことによるものです。JSR は JIC による買収報道によるものです。これについては続報を後ほどお話しいたします。そしてストップ安1件で取ります。アイデミー2日連続です。 6月22日の IPO 銘柄です。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は JSR でした。前日比21.7%の株価上昇。第2位は NextGen。前日比19.4%の株価上昇。第3位は Foodison。前日比、 の株価上昇でした。値下がり率の方は第1位がクボテック前日比マイナス20.5%の株価下落第2位は OB システム前日比マイナス16.0%の株価下落第3位はアイデミー前日比マイナス15.4%の株価下落でした 次に新規上場スケジュールです。6月16名柄予定されておりますが、だいぶ進んできております。そして7月も10名柄予定されている状況です。まず AR アドバンストテクノロジー。こちらは金曜日に上場いたしましたが、金曜日は会計気配を上げたまま寄り付きませんでした。本日寄り付き、 初値は円、公開価格の 3. 倍です。しかしながらこのようにこちらは本日日中の5分足のチャートですが寄った途端に大量に売られて3590円で引けておりますそしてブリッジコンサルティンググループこちらも本日上場です本日はこのように、 会計気配を上げたまま寄り付きませんでした。初音は明日,にも明日に持ち越しです。そしてエリッツホールディングスは明日上場。クオリプスも明日上場です。フルディライトは抽選申し込み終了しております。ノイルイミウムも終了。ダブル東京も終了しています。 そして GDEP Advance, レ o v a r a z e 倉エし a i ブリーチブリッドは明日まで抽選申し込み受付しております。そしてホロスホールディングス、ナレルグループトライトプラーエコナビスタテクニスコ フォルテック、ジェンダー。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は5名柄が予定されております。今週来週の注目決算としては27日の杉ホールディングス、28日の J フロントリテイリング、29日の高島屋やこちらのちほどお話しいたします。そして で30日の薬の青木、3日のネクステージ、6日のイオン、そして7日の良品計画と安川電機があります。27日明日ですが、すべて引け後の発表でオプト、オプトエレクトロニクス、パレモホールディングス、スギホールディングス、YED ジタル、そして内藤、 このうちスギホールディングスは貸借倍率0.48倍でカ売りの方が信用外の2倍以上多い状況になっております。2週間分の決算スケジュールについてはこちらの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。いよいよあさって6月28日水曜日が6月の権利付き最終日です。 6月も損益を検証してまいります。詳細についてはこちらの動画をご参照ください。次にアソンデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、キュートレック、コメ兵ホールディングス、海藩、ボルテージ、ネクストジェン、東京大岡工業、大阪有機化学工業、東洋合成工業、 インターネットインフィニティ、日本ホスピスホールディングス。このあたりが明日のデートリに向いてくるのではないかと思われます。次に半導体ウォッチです、えー。半導体銘柄、ルネサス、レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、そしてソシオネクスト。本日の値、ねえー、動きがこちらです。このように、 半導体は本日揃って下げとなりました引。引き続きソシオネクストの下げが非常に大きい状況です。ザラバの動きですが、このようによりの下げから戻しに向かったものの、戻し切れずに引け,引けを迎える展開となっております。株価の推移の方ですが、青が ソシオネクスト。オレンジがアドバンテスト。そして緑が東京エレクトロン。赤がディスコ。そして黒がレーザーテックです。このように3万円を目指していたソシオネクストですが、続落したことで混戦状態になってきております。 次に生成アイウォッチです。生、え、成、ー、アイ系の銘柄ですが、本日ヘッドウォータースが値上がり率トップですが、2%程度の値上がりで全体的にあまり動きはなかった状況です。15位まで、そして30位まで、45位まで、そして55位までです。 5月12日からの値上がり率で見ると、1位のヘッドウォータスが本日2.3%上げたため、桜インターネットヒーローズと差が開いた状況になっています。詳細はこちら、これらの動画をご参照ください。そして本日の費者株ですが、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、 三井物産、そして丸紅。こちらが値上がり率ですが、本日は揃って下げている状況です。庁舎株についてはこちらの動画をご参照ください。そしてサマーストック銘柄。えー、製氷、厚生、鶴葉ホールディングス、北海道コカ・コーラ。このあたりが本日大きく動いていて、特に製氷は 8.53%、えー、突然吹いた状況です。こちらが製氷の3ヶ月のチャートですが、このように本日大きく、えー、吹き上がりました。プラス8.53%の状況です。今年もサマーストックが始まったのかもしれません。サマーストック銘柄については、こちらの動画をご参照ください。 そしてトピックです。NTT の20、えー、25株式分割と JSR の TOB についてお話しいたします。まず NTT の25株式分割。こちらお出しさせていただいたアンケートです。アンケートへのご回,ご回答ありがとうございました。総投票数2566票のうち半数近い47%の方が 分割後に株,株価は上がるとのご意見でした。一方、34%の方は下がるという見込み、そして20%の方は変わらないだろうという予測になっております。NTT の株式分割は今週金曜日です。次に JSR の TOB についてお話しいたします。 こちらが24日16時30分に朝日新聞ディジタルから出た記事です。こちらの方に今,今回の買収の目的が書かれています。政府が経済安全保障上の重要物資,物資と位置づける半導体分野で国内サプライチェーンの強化を図る,図る狙いだ。JSR は非上場化により 事業再編や成長分野への投資が進められ、進めやすくなると見られる。そしてこちらは時事通信ですが、同じく6月24日の記事です。こちらの方には買収の目的、そして JSR の歴史と国策状況について書かれています。政府は経済安全保障に不可欠な半導体のサプライチェーン構築を急いでおり、 日本が強みを持つ半導体の素材分野でも競争力のさらなる強化を目指す JSR は合成ゴムの国産化を目指し1957年に国策会社日本合成ゴムとして設立された69年に完全民営化した後半導体素材やディスプレイ材料など電子材料分野や 医療分野に事業領域を拡大してきた一方、卒業である合成,合成ゴム事業は2022年にエネオスホールディングス傘下のエネオスに売却したこういった状況の歴史を持つ会社のようですそして半導体への国策状況ですけれども 経済産業省は30年に国内の半導体関連企業の合計売上高を20年の3倍となる15兆円に引き上げる目標を掲げている。これまで計2兆円の予算を確保し、半導体受託製造最大手の、えー、TSMC の熊本県内での新工場建設やラピダスによる 次世代半導体の国産化などを支援しているこういった内容ですそしてこちらは先ほどですけれども17時30分にロイターから出された記事です TOB 価格が発表されました JSR は TOB に賛同すると発表した買収総額は9039億円 1株4350円での TOB とのことです。本日の株価が3934円。明日のストップ高は4634円ですので、明日は4350円に最大を接するものと思われます。そして、えー、今回の買収での、えー、関連銘柄、3銘柄あって動きがありますので、お話しいたします。 東洋合成工業、東洋大化工業、トリケミカル研究所。こちらが、えー、本日10時47分に出た記事です。東京大岡など半導体材料メーカーに急騰相次ぐ、JSR 買収報道を受け国債の追い風意識。東京大岡工業が値上がり率トップに買われているほか、大阪有機化学工業、 トリク・ケミカル研究所など半導体材料を手掛ける企業群に投資マネーが集中的に流入している東京大岡と大阪有機化学は年初来高値を更新したここ相場の柱を担っていた生成 AI 関連特需で潤う半導体関連に目先利益確定の動きが出ている一方同分野で相対的に 出遅れてていいるる。素材関連にマーケットの自然が,自然が集まっている市場では政府系ファンドの JIC が JSR を約1兆円で買収するとの報道を受け、同社株がストップ高、買い気配に買われているが、この連想で業態的に類似,類似する半導体材料株に個人投資家を中心とした短期数字が攻勢をかけている。 中堅証券ストラテジストの源だそうです。特に東京大岡は半導体フォトレジストで世界トップクラスの商品競争力を誇っており、国策に乗る銘柄としてにわかに存在感を高めている。こういった動きがあります。そしてその3銘柄ですが、まず東洋合成工業。 こちらは半導体液晶用の観光製材料の大手です。本日の株価の、えー、株価上昇としては関連銘柄の中では一番大きい12.5%の株価上昇でした。そして先ほどの記事にも出てた東京大化工業。こちらは半導体フォトレジストで世界トップクラスの企業です。前日比で9.1%の上株価上昇。 そしてトリ,カトリケミカル研究所は半導体向け絶縁膜材料で世界高シェアの会社です。本日の株価は5.1%の株価上昇になっています。チャート的にはこちらが東洋合成工業のチャートです。このように本日大きく出来高を伴って12.45%上昇しています。 そして東京化工業。このように大きく出来高を伴って、陰線にはなっておりますが、窓を開けて9.06%上昇した状況です。そしてトリックケミカル研究所。こちらも大きく出来高を伴って、えー、本日5.10%の株価上昇になっております。 NTT と JSR について詳細はこちらの動画をご参照ください。次に去年の今です。去年の今知っていれば大儲けできたのに、去年の1週間後を振り返るセクションです。本日6月24日ですので、この1週間後、7月の1日、去年の7月1日について何が起こったのかふ、えー、振り返ってみます。 この日は、ホ、えーブが日経新聞で事業再構成と報道されてストップ高になっています。22.9%の株価上昇。高圧工業も引き続きお話になりますが、株式分割と配当予測の、えー、修正で前日比19.6%の株価上昇。この他には、アルテックが自社株買い、そしてデジタルプラスが 自社株買いと優待制度の新設、テクノアルファが営業利益が2.7倍になるという発表、そして高島屋が3月から5月期、最終損益黒字化で見直し買いが優勢になって 8. 8、8.8%株価上昇している状況です。そしてウェザーニュースは23年5月期も増収増益継続という発表で 6. 6、6.6%の上昇。 そしてムーンバットはサマーストック関連で4.1%の株価上昇。三浦工業は水ビジネス関連での物色で前日比3.5%の株価上昇。このようにインバウンド需要での高島屋、こちらが挙げているという点は目を引きます。高島屋は今年は6月29日、木曜の引け後に決算発表予定です。 そしてもう一つ目,目を引くのはやはりサマーストック関連銘柄サマーストックは去年もこの日はまだ続いていた模様ですでこちらが、えー、高島屋、えー、昨年の7月1日の記事です今年は6月29日の引け後に決算発表予定ですこちらは去年の記事ですが高島屋は買い気配で始まる人気となり続進 1300円台後半で歩を進めている。百貨店大手でリベンジ消費関連の一角として、同社の足元の業績にマーケットの視点が集まっている。前日取引後に発表された同社の23年2月期第1クォーターの決算は、最終損益が53億4500万円の黒字だった。 前年同期は新型コロナウイルスの感染拡大による臨時休業などの影響で同期間は赤字を余儀なくされたが今期はそこから立ち直り回復職を強めたことでこれを評価する会を引き寄せている通期業績予想については従来見直しを据え置いたが今後はインバウンド需要なども見込めることで 増額修正への期待も膨らみやすいこういった状況でしたそしてこの時ですが、えー、こちらがその、えー、7月1日に発表された決算でこのように上げておりますこの急騰急騰後も高島屋はこのように随分上げてきた状況です 高島屋ですが、ご存知の通り、えー、老舗の百貨店です。本日の株価は1876円、出来高は110万株です。需給の方は、可もなく、不可もない状況です。5月12日に、今年は前期形状が上振れ着地、今期は1%増益、前期配当を2円増額、今期は2円増配という発表をしています。 2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、1株利益、そして1株配当の見通しです。増収、増益の見通しになっております。そして、時価総額、PR、p r PBR、利回り、ROE、ROA ですが、株価は割安ですが、 配当はあまり良くない状況です。稼ぐ力は低い状況になっております。そして今年の前回4月14日に発表された決算です。前期計上が上振れ着地。今期は1%増益。前期配当を2円増額。今期は2円増配。23年2月期の連結計上利益は前の期比、 5.0倍の345億円に急拡大し、従来予想の280億円を上回って着地。24年2月期も前期比1.4%増の350億円に伸びる見通しとなった。同時に前年の年,年間配当を24円から26円に増額し、今期も前期比 2円増額の28円に増配する方針とした第4クォーターの連結計上利益は前年同期比80.7%増の100億円に拡大し売上営業利益率は前年同期の2.3%から7.7%に急改善したこちらが、えー、今年の直近3ヶ月のチャートですが こちらが4月の26日ですので、4月の末あたりからずっと下げてきて、直近は底根県で推移している状況です。テクニカルの方ですが、一目均衡はこちらの雲の下でこのように何度も跳ね返されています。どうやら雲が上値抵抗になっているように見えます。 パラボリックは上げで点灯しています。マックリーはゴールデンクロスを形成し、上げトレンドですけれども不明確な状況です。RSI の方は売られすぎの状態から買われている傾向に転換しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を縮小し、中心線付近で推移しています。今はおとなしいものの、 MacD と RSI が変わり始めていることを暗示しているようなチャートです。明日に向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。